皆さんお疲れ様です小川太平の事件考察室本日撮影収録日は2024年7月7日日曜日になります、えー、今日の分の配信はですね7月14日日曜日を予定しておりますよろしくお願い申し上げます、えー、と皆様とお約束をしました1週間に1回は、えー、この旭川女子中学生事件これを配信していくということで、えー、今週もね また配信をしていくわけですけれども、ちょうど1週間前、6月30日にですね、まあ、今日撮ってるのが7月7日ですから、再調査委員会の調査結果報告があって、会見もね、拝見させていただきました。その上でね、今日はちょっとお話をさせていただければと思います。タイトルはいつも通り、旭川女子中学生事件ということで、 今回170回目のホワイトボードを使った配信になります今日はですね7月3日付の北海道新聞朝刊からちょっと引用させてお話をさせていただきますちょっと新聞の記事読まさせていただきます再調査結果受け母コメント、まあ、ご遺族のお母様ですね、えー、〇〇もこれは当時女子中学生の子供さんのお名前ですもうきっと安心というねタイトルで出ています 旭川市の公園で2021年、いじめを受けていた中学2年、丸○さん、当時14歳が投資した問題で市の再調査委員会がいじめと自殺の因果関係を認める報告書概要を公表したことを受け丸○さんの母親が2日、遺族代理人弁護士を通じてコメントを発表した。今も まるは心の中にいますこれ娘さんの名前ですねやっと答えが出たそう受け止めていますまるもきっと安心してくれたと思いますとつづった因果関係を認める結果についてとても辛い答えですがしっかり受け止めたいとした上で心理学精神医学的な分析によりいじめのフラッシュバックで苦しんでいた様子が 目にに見ててわかるる形になっていると記した再調査委員会の検証姿勢にはまるの視点に立ってこれは女の子の名前です寄り添った調査をしてくれているそう思えましたと感謝認定した7件のいじめについてぼんやりしていたいじめの姿がとてもはっきり見えるようになったと評価し新たに認められた 校内でのいじめには残酷すぎる現実に胸がえぐられる思いと心境を明かした全国から寄せられた支援に心からの感謝を改めて申し上げますと記したというふうに、ね、記事が書かれていますあの6月30日の会見を見てですね私も含めてですけどもまだまだね再調査委員会に言いたいことがあった方たくさんいらっしゃると思います私もそうなんですがただご遺族がですね あの感謝しているというふうに記事が出ている以上ね、それを尊重したいというふうに思っております、まだ再調査委員会の報告、どこまでこれからオープンにされてくる、公表されてくるか分かりませんが、学校でのいじめも認定されています、残酷なというような言葉もお母様からありました、そういったことも含めてね、これからどのように対応していくのかなというところは、ちょっと注目していきたいというふうに思っています。市教委のの方のね処分 どのような処分をされていくのか、これ、再調査委員会が、結果が出たので、もう一回再再調査委員会ができるとは思えません。となれば、教員、司教委の処分等も決まってくるんだろうなと思います元校長、金子校長先生への違法行為、偽物の偽装文書を作って、学生に渡して、それを母親をだましているというね、だまくらかした校長の行為。 PTA 会長もね一緒にね被害被ってますよね自分の名前使われてます PTA 会長は前日呼ばれていく PTA 会長校長がいた高こ校うこ,うこういうプリントを出すからとてもノーと言えない PTA 会長が例えば自分でこの確認をしたいからなんて言えるわけがないですよね北西中学のナンバーワンナンバーツーツートップから言われてるので自然と例えば体育祭がいつ,ずつありますよなんとか文化祭がありますよなんていう時は校長 PTA 会長の名前上に「 校長先生下に PTA 会長もういつも連名で出すのが慣習ですから、まあ、今回もそのように出したとそしたら中がねとんでもないよ内容だったとずーっと PTA 会長はこのプリントが出た後悩んでたそうですまあ、名前は出てませんが学校に呼ばれた時には中山教頭も いいたんだととうことですね教頭先生の所有する証拠動画あるものが被害女性の不適切な動画を持ってたそうですどういう気持ちで自分のスマートフォンでそれを、ね、ダビングというか撮影したか分かりませんけどもその動画を映してたそうですね教頭先生が公用携帯持ってるという話は聞いてないので自分の私物でしょう私物にね不適切な動画を撮影したとなればそれを当時のトップ金子校長にも見せたんだと思います まあ、金子校長は見てないかも分かりませんけど、見てなかったら問題ですよね、何のために、自分の趣味,の趣味で取ったのかな、これ、教頭先生、どうか分かりませんけども、も校長先生も多分これ見てると思うんです、校長先生、これ見たらどうするんですか、警察に相談するなり、なんなりするのが普通じゃないんですか、また自分で封じ込めようとしたんでしょ、その時これ、処分って、市教委とか決めるんですけども、市教委の人も処分対象になってますよね、これ、すごい問題だと思います。 処分かける方が処分されるところ、一緒だったりすると、これ、難しいですよね、今回も再調査委員会とか、第三者委員会というよりも、最初から市長直結の再調査委員会でよかったじゃないですか、市教委の方、私、取材行った時に言ってましたよね、我々も取材対象なんですと、取材対象の人たちがなんで調査する、調査する方を決めるんですか、これっておかしいですよね、ただ、そのようなルールになってるんです。 これはやっぱり改正すべきだと思います、こういうところでね、元校長の違法行為とか、教頭先生のこれも違法行為ですよね、これどうするんですか、あと再調査の結果の中に、まだこれ、個別に発表されてませんけども、明らかに犯罪と思われるいじめがいくつもあるはずです、これはそのまま放置するんですか。 それともきちんと加害者に反省してもらうために更生してもらうためにも警察の介入をお願いするんでしょうかこのまま自分たちでなあなあでなかったことにするのかどうするのかっていうところもねちょっとちゃんと見ていきたいなというふうにね、えー、私は思っています校長先生もね 教頭先生も今回の再調査委員会、えーまあ、どの程度知らされてるか分かりませんが中山教頭は、えー、教頭という仕事をね今、えーまあ、させてもらってないかも分かりませんけどもまだね席はね 北西中学校にあると思います教育委員会にもいろいろ知っている方もいるでしょうですから再調査委員会の結果もある程度は聞いてるんじゃないでしょうか我々以上にね金子元校長も前回黒塗りになってるところをオープンにすればいろんなことが分かってくるっていうぐらいあの黒,黒塗りの部分って我々知らないところまで金子元校長も知ってるってことは今回の再調査委員会の結果もある程度知ってるんじゃないでしょうかね えそういった上でもうそろそろ自分も出てきて前に出てきていいんじゃないかって言ってたのでいいと思います金子,、えー、金子元校長、えー、ぜひね、えー、取材を受けていただけないでしょうか前回のようにねあの切り取りのようなことされると気分が悪いって言ってたそうです私の,あの取材を取材といってもね私、取材受けてくれてませんよね取材受けて金子元校長が喋ってくれた中で 都合の悪いところばっかり出していれば私がそれ切り取りですよ今金子校長私に取材全然受けてくれてません強いて言うとインターホン越しの取材は全く切り取ってませんあれ全部です全部があれだけなんです 金子校長の取材はあれだけ。他にないです。ですから、あれしか出せないんです。切り取ってるわけじゃないです。あの、プリント等のことも、私がずっと取材をして、あれは分かったことを出しているだけで、金子校長のことだけを出そうとしているわけではない。中山教頭だって、中山教頭のところに行ったこともわずかです。ですが、私と全然会おうと思えば会ってくれるんでしょうけども、まあ、毎回毎回逃げる。たまたま私が、 自宅の方に来た時にちょうど帰ってきた時にも私がいるの分かったら私が追いかけてる私は歩きですよ追いかけてるわけでもないのに車で猛スピードで完全な道路交通法違反を犯しながら逃走していく何か悪いことしたってやっぱり自分で自覚があるんでしょうねそういったところがありますですからお二人にお二人同時でもいいですもちろん別々でもいいです取材受けていただきたいなと思いますよろしければね土曜でも日曜でもよろしければ私旭川の方に行きますので ぜひ、ね、金子圭一元校長先生、ぜひ取材を受けていただきたい、また今ね、現職である中山教頭、まあ、学校がある日はあれでしょうから、土曜か日,日曜日ね、よろしければ、ぜひ私の取材、お話を聞かせていただきたいなというふうに思っております、え本日は以上になります、また引き続きね、何かいろいろ皆さんのご意見等もたくさんあると思いますが、コメント欄等でいただければありがたいなと思います、本日は以上になります、ありがとうございました。 小川た平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします